登録の仕方はそうなのよ。現代風なのよ、現代風。書類じゃないんだよ、書面書類じゃないんだよ。本日イベント内で、写真撮影およびビデオカメラでの撮影を行っております。広報等で使用いたしますのでご了承ください。皆様お集まりいただきありがとうございます。これよりスマートイルミネーション泉ライティングセレモニーを開催いたします。まずはじめにご来場の皆様に下村泉区長よりご挨拶申し上げます。皆様こんにちは、泉区長の下村でございます。主催者を代表いたしまして一言ご挨拶を申し上げます。本日は多くの区民の皆様にスマートイルミネーション泉にご来場いただき誠にありがとうございます。このスマートイルミネーションという言葉ですが、初めてお聞きになられる方もいらっしゃると思います。環境の優しい省エネルギー技術とアートを融合させた新たな夜景の創造を試みるイベントで、2011年から横浜の都心臨海部で開催をされてきました。現在は都心臨海部のみならず横浜の郊外部にも展開されておりまして、今年度は金沢区、鶴見区、緑区ですでに開催され、そして今夜この泉区で開催させていただくことになりました。泉区では初めての開催になりますけれども、この吊り下がってる光のみですが、これ LED なんですね。LED などの節電型の照明技術と、それから国内外のアーティストの参加による作品を組み合わせまして夜景を作り出すという趣旨に泉区役所通して賛同いたしまして、このスマートイルミネーションを泉区で開催させていただくこととしました。こちらのツリーですね、あちらにあるとか、それからこの両サイドにもありますけれど、このツリーだとか、それから通路にあります桜の木に捨てられました数々の光のみでございますが、事前に小学校や保育園、幼稚園などのお子さんたちの協力によって作っていただいたものでございます。本日もこの光のみを作ることができるワークショップをちょうどこちらから見ます左側ですねに設けております。また光を使ったプログラムをいろいろ用意しておりますので、皆さんに楽しんでいただければと考えております。今回のイベントですが、協賛団体の横浜泉ロータリークラブ、オアシス21世紀の会、泉区商店街連合会の皆様に光の実の資材のご提供いただき実現することができました。泉区としての初めての試みに力強い後押しをしていただいたと考えております。この場をお借りしまして深く敬意を表し厚く御礼をいたします。ありがとうございます。また泉区連合自治会町内会長会、地元の泉中央連合自治会の皆様にも一方ならぬご協力をいただいておりますこと、心から感謝を申し上げます。結びにあたりまして、ご来場された皆様にはこのイベントを通じまして心温まるひとときを共有していただくことを記念いたしまして、簡単ではございますが区役所からのオープニングの挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
今年度スマートイルミネーション横浜は象の花パーク港未来21地区などで開催されており、各区での実施は泉区で4カ所目となります。これらのイベント全体を通しての実行委員会であるスマートイルミネーション横浜実行委員会委員長国吉様よりご挨拶をいただきます。こんばんは。もうちょっとするとこの光の実がこの地蔵ヶ原を魅力的にこう照らしていただけると思います。スマートイルミネーション泉開催おめでとうございます。スマートイルミネーション横浜は2011年から開催いたしております。2010年に実験的な試みを行った後に2011年から開催しておりますので、今年度で4回目となります。下村区長さんからご説明もありましたけれども、スマートイルミネーション横浜と申しますのは、ちょうど2011年に東日本大震災が起こりまして、その時期にやはり今後やはり地球に対するこう優しい光といいますか、環境に優しい光、こういったものを大事にすべきだということを、省エネルギーの光ですね、こういったものを大事にしていこうという我々のメッセージと、それから、それをですね、もう少しアーティストの方々に加わって楽しい光として見せていこうと、こういった2つの視点から横浜独自の取り組みとして、始めたものでございます。でこの、高校と照らす光ではなくて、ささやかな光で街を魅力的にするということでございまして、この光を通じて、街の魅力というものをもう一回発見していこうということももう一つの側面で、考えておりました。今年度は第4回ということ、それから実は今年度は東アジア文化都市という都市に横浜、韓国、それから中国の都市が選ばれたということもありまして、韓国や中国のアーティストの方にも加わって、こういった、光の、プロジェクトオブジェを作っていただいております。実はスマートイルミネーションのスタートの時からこの光の実というものはスタートしておりまして、今日お越しになっております高橋京太さん、クリエイターの高橋京太さんが考案されたものでございます。そしてこの光の実はみんなで作る光ということでございまして、泉区でも、多くの小学校の方々とこれまでも作られてきたということでございます。こういったみんなで作る光、そして、街と語り合う光、こういったものを通じてですね、いろんな地域の魅力をもう一回発見していこうと、そういう、機会としていきたいと思っております。泉区でスタートしていただいたことを非常に感謝いたしたいと思いますし、これを支えていただいた、先ほどご紹介いただきました、横浜泉ロータリークラブの皆様、それからオアシス21世紀の会から泉区商店街連合会の皆様をはじめですね、ご協力いただいた方々、参加いただいた小学生の皆様にも感謝したいと思います。どうもありがとうございました。国吉様ありがとうございました。続きまして、地域を代表し泉区連合自治会町内会長会会長望月様よりご挨拶をいただきます。会場の皆さん、ちょっと早いけどこんばんは。こういう会は初めての挨拶ですから、あらかじめ原稿を書いてきました。読みます。ただいま、紹介に預かりました泉区連会の会長の望月と申します。今日は各連合の会長代表の方が何人か見えております。特に泉中央連合の日並会長には